これだけ情報があれば十分かな。ちょっと場所を変えよう。ここなら誰かに聞かれる心配はなさそうだな。メゾフォレストで相次ぐ不審な失踪、通称神隠し事件。どのケースも手がかりが少なく、警察は事件を解決できないでいる。そして昨夜神隠しが発生、一人が新たな被害者となった。あらましはこんなところだ。この後の捜査で役に立ちそうな情報がないか整理してみるか。じゃあまず、神隠し事件が連続発生し始めた頃、同じタイミングで話題になったものがいたよな。そう、赤い幽霊。姿はおぼろげで、全身赤い炎のようなオーラに包まれている。本当にいるわけないと思うけど、不思議なことに誰に聞いても特徴は共通してるんだよな。共通していた赤い幽霊の特徴、二つあったはずだけど覚えてるか？そう、日本の怪談に登場する幽霊と同じ、足がなく浮いているらしい。足がない以外の特徴は何だった？胸に穴って、ただの作り話にしてはリアルだよな。それが化けて出る原因になったみたいで。そういえば他に赤い色が共通してる話を聞かなかったか？そうそう、そこから赤い幽霊が出てくるんだって言ってたな。赤い扉、それって俺たちがよく知ってるゲートにそっくりだと思わないか？他には人をさらう以外で幽霊がやったって言われてたことがあったんじゃなかったか？一つ物理的接触の証拠が残されて、警察の偵察ドローンに残されていた。それはおぼろげな姿で、これってやっぱりキメラの特徴だよな。普段民間人にとって姿の見えないキメラは、偵察ドローンに残されていた攻撃痕。今回の失踪事件は射撃による攻撃を得意とするキメラによるものって線で捜査を進めよう。
遺留品はこのバッグだけみたいだな。ただ資料によると一緒に残されていた市民カードのおかげで身元が判明している。 ID UBF007068 イザベラ月谷、女性だ。普段は近くの飲食店で勤めているらしいぞ。この遺留品に関してはこれ以上の情報はないな。他の場所を調べよう。被害者は昨夜職場から帰宅途中、21時22分頃この辺りで突如現れたキメラに遭遇。慌てて転倒、すぐに起き上がり路地の方に逃げた。路地に監視カメラはなくて再現できた映像はこれが全てのようだ。目撃者もなし。昨晩の激しい雨でゲソ痕も消えてしまったらしい。この映像だけでは逃げた方向くらいしかわからないな。他を調べてみよう。地面が汚染されて変異してるのか。レッドマターとも違う、見たことのないもの。何にしてもキメラがここにいたとみて間違いない。そうすると未だ変異を続けるほどの強い汚染がたったこれだけしか残っていないなんておかしいよな。そうか、キメラは被害者を追ってすぐに移動した。だからこれだけなのかもしれないな。でもあんたのレギオンならそれを手がかりに痕跡を出せるんじゃないか。周囲を確認してみてくれ。地面が汚染され、なん、でも情報開示。やっぱり出たな。痕跡の続く方向は被害者がに、これを追えば必ず被害者やキメラが見つかるはずだ。行こう。倒れたゴミ箱に、それはキメラの攻撃痕。きっとキメラはここで被害者に危害を加えようとしたんだな。血痕は見当たらないから無事だとは思うが、空間への影響度から見てエネルギー弾による攻撃みたいだ。警察のドローンに残されていた
貫通した攻撃痕とも一致するな。痕跡はまだ続いてる。赤い幽霊の正体はきっとこの先だ。行こう。アイリス終了。
キメラはこの先に。仕方ないな。そこのパイプの上を通れば向こうに渡れそうだ。先に行くぞ。ついてこい。何ぼーっとしてるんだ。レギオンを使えば来られるだろう。被害者はその向こうに。この先はあんたの仕事だ。俺はこっちで待機しておく。なんだよ、俺は大丈夫、心配無用だ。ほらさっさと行ってくれ。That's my best friend.